こんにちは。こんにちは、平山茂です。今日は9月24日金曜日ですね。合ってますね。さあ、もうお昼 3時をね、もう回りました。またいつもの公園なんですが、景色がね、もうちょっと秋っぽくなったと言いますか。過ごしやすいですね。といっても、まあお昼はね、ちょっとやっぱ30度超えてたんで、ずっと駐車場でね、日陰で涼んでたんですけど、今日久しぶりに某駐車場、立体駐車場のとある場所で久しぶりにカー SEX を見ましたね。すごい縦揺れしてましたね。アルファードだったと思うんですけども、すごい縦揺れがもうドン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 、久しぶりに見ましたね。はい、というわけでね、大丈夫ですから。大丈夫じゃないですね。全然大丈夫じゃないですね。すいません、ちょっとふざけました。まあいつもふざけてますけども、いやー本当に今日もね、一日お仕事だったという方は本当皆様お疲れ様でした。いや本当にお疲れ様です。とはいえ、まあ金曜日ですからね、もう明日明後日お休みという方はまあ多いと思いますけれども、ゆっくりいい休日を本当に過ごしてください。もうそれだけです。本当にもう楽しんでほしい。それだけ、それだけ。アクエリアス飲んで仕事頑張ろう。あと1件あるんですね、配達がね。ただ時間がちょっとね、待ち時間がありますので、まあこうやって公園に来てるわけですけれども、いやー、なんかね、スズメバチの気配もちょっとね、だいぶ薄れましたね。もうちょっと活動期じゃないのかもしれませんけども、まあ、とにかくもう本当に落ち葉がすごいですね。落ち葉が、ちょっと向き変えますね。戻ります。ちょっと暗くなるかもしれませんけども、いやいいな、この辺住みたいな。ちょっと標高で行くとね、低いからちょっと不安はね、若干ありますけども、のどかでいいですね、この戸田川緑地というところはね。いや本当に休めるときは本当にしっかり休んでくださいね。本当にね、楽しく生きたい、楽しく、そう思います。大丈夫ですからね、大丈夫ですから、本当に大丈夫ですからね。大丈夫大丈夫、私は言い続けますから、いや本当にちょっと風がボーボーしてるかもしれません。今日はカメラを手で持って自撮りしております。これつけるの忘れてましたけどね、ちょっとね、普通に手で持ってます。いやちょっともう9月もね、終わりますから、着々と季節が大きくまた変わりまして、いいですね、この季節を感じるというのは。いやもう24日、もう言ってもね、来週で1年になるわけですね。私もね、 YouTube を始めてね、まあ特に
宝くじを開封する企画以外は何も思いついておりませんけれども、まあ、近々ですね10月入ってからちょっとね泊まりがけで旅に出たいなと思っております。まあ短い休みですがちょっとね10月はそういった企画も考えておりますので、ぜひこれからも平山茂をよろしくお願いいたします。いや大丈夫ですね。大丈夫ですね。それではまた明日ですね。また明日。すごい眩しいんです。また明日お会いしましょう。また明日。それではおやすみなさい。平山茂でした。